ビジネスソフトウェアアライアンスはビジネスソフトウェア産業の継続的な成長促進のための教育啓発、政策提言、権利保護支援活動を行っている非営利団体である。世界80カ所以上の国や地域においてグローバルな活動を展開しており、本部はアメリカ合衆国ワシントン DC にある。コンピュータやコミュニケーション技術、さらにはインターネットや クラウドなどの普及、進化に伴い、ビジネス用、コンピュータソフトウェア産業は、拡大を続け、世界中の国家経済や、社会の発展を支えるようになった。ビジネスソフトウェア産業から生み出される、コンピュータプログラムの著作権保護は、世界経済や社会を維持成長させる上で、必要不可欠な活動となっている。 その権利保護活動を行う目的で設立されたのがビッサであり、業界を代表する大手ベンダーらがメンバーとして参加している。1988年にアメリカ合衆国で設立され、日本で活動が開始されたのは1992年。世界最大のソフトウェア業界団体として、世界80カ所以上の国家や地域において、 世界的な活動をしているところに特徴がある。ビッサは教育啓発、政策提言、権利保護支援を柱に活動を展開している。ソフトウェアレンタル、海賊版、偽造版、販売店による違法インストールなど不正コピーには様々な形態があるが最も一般的で大量に違法コピーが行われる例の典型が組織内不正コピーである。文字通り、 企業や学校、病院、自治体などといった組織内で行われる不正コピーである。この組織内不正コピーを発見するのは組織の内部にいる人間でなければ難しい。不正コピーの規模としては組織ぐるみの大規模なものから個人レベルでの小規模なものまで広範囲に行われている。このためビッサでは1994年からホットラインを設け、 不正コピーの内部告発を広く呼びかけている。ビッサウェブサイト上の情報提供者の個人情報保護についてによれば、情報提供者の個人情報は、ビッサメンバー企業が委任した弁護士が厳重に管理し、情報提供者の事前の許諾なしにビッサメンバー企業を含む第三者に開示することは一切ないとしている。また、ウェブサイトには、情報提供者には、 謝礼金が申請される旨の記載もある。謝礼金概要についても情報提供がされている。なお、アドビシステムズ、マイクロソフトの製品に関しては、謝礼金の対象外である。組織内違法コピーの撲滅に向けて、s 斯 a はソフトウェア資産管理の普及に注力しており、これも s 斯 a の活動を特徴づけている。速やかな導入のためのツールやテンプレートを用意しており、 全国各地でセミナーを開催している。組織やソフトウェア本数が大きくなると、社内でソフトウェアのライセンス管理や違法コピーを発見することも、手作業では大変な手間がかかるだけでなく、その制度にも不安が出てくる。そこでビッサが推奨するのがサムの導入である。これも万全と導入するだけでは、制度の維持が困難となるため、導入サポートから、 運用システムの構築まできめ細かく支援している。違法コピーが摘発されると企業にとっては金銭的な板では、もとより報道の内容によっては顧客からの信用獲得が極めて難しくなる。適正なソフトウェア資産管理はコンプライアンスの徹底はもちろん、セキュリティの維持、IT 資産管理の実現。 適切なライセンス購入によるコスト削減といったメリットも期待できる。ビッサメンバー企業3社が関東所在のコンピュータソフト企画制作会社と世界最高額の約4億4000万円で若いビッサへの通報を短所とする若いとしても過去最高額ビッサ公式サイト違法コピー解決につながる情報の提供者に最高100万円を提供ビッサ 交渉金プログラムを12-31までの期間限定で実施ビッサ日本語版公式サイト。ありがとうございます。